はい、皆さんこんにちは。教育対策農業チャンネル制作者のジェットブルです。今回もですね、ずっと高校の先生をしてらした西田さんに、ゲストとしてお越しいただいています。よろしくお願いします。お願いします。ずっと高校の先生をしてらして、で今は教育を教えてるじゃないですか。はい。で僕が、まあ、特にお聞きしたいなと思ってるのが、まあ、高校でずっと勉強してきましたよ、はいはいはい、で TOEIC の勉強ってどうやって始めたらいいですかってのよく聞かれます、うん、で、まあ、高校で今まで使ってきた単語帳だったりとか、うんまあ、文法書だったりとかいろいろ持ってるわけですよ、うん、彼らは大学1年生なるほど、はい、で僕は、まあ、でも言うてもそこで学んでることって僕の中では TOEIC、ね、やるにはちょっと難しすぎるなっていうところもところどころあるわけですよ、まあ、例えばですけど複合関係代名詞とかあのね、和法の転換とか、うんでまあ、そういうのも載ってる。例えばですけどネクステージっていう本があるじゃないですか。文法書ですか、うんうん、あれですね。それじゃあネクステージやったらいいですかって僕聞かれるんですよ。そういう時に僕としては全部難しすぎるのも結構あるから、まあ、ちょっとそれは置いておこうかって僕は言うんですよね、うん、その辺って元高校の先生からしたらどう思います？自分も答えはこれって出たわけじゃないんですけどね。確かにそのネクストステージだとかいわゆるヴィンテージだとか大学進学を中心に考える高校であれば、ほとんどの高校生が持たれているいわゆる文法書、そういういわゆる大学入試向け参考書もしくは問題集は確かにTOEICに出ない部分っていうのも含んでます、うん極端な話、そのもう和法なんていうのはまず問題に出ませんが、いわゆるその高校の参考書であればがっつりやるんですよね。で自分も、まあ、高校で例えば教えてた時期とかはこれTOEICには出ないなっていうふうな形で完全に切り捨ててた部分があるんですけど、今実際にTOEICを教えさせてもらってて、TOEICのスコアが伸び悩んでいる、でそういう方に例えばもう一回文法を総復習してもらう、でその時に例えば出ない部分もあるかもしれないけども何か高校の時に使われた教材を学んでもらうと比較的早くにいわゆる自分の壁を乗り越えるっていう事例っていうのが多いです。 TOEIC に出ないことを勉強したら TOEIC のスコアが上がるかっていうのは謎なんだけども、おそらくあれ見えてないところで絡んでるんでしょうね、いわゆる英語力というか。だから自分はスコアアップで悩まれてる方がいたら、多くの方って英語力の基盤って大学入試前のいわゆるこう受験勉強の時に培われた方が圧倒的だと思うんですよね。その方がその時の知識をもう一回思い出すというか復習するために高校時代の文法書、いわゆるヴィンテージネクステなんかを使うっていうのは十分にありだと思いますね。自分の考えではいわゆる高校時代に学んだ英語の文法書参考書の復習っていうのは、うん、一見 TOEIC のスコアアップには関係なさそうだけど、うん、実は関係していると思います。単語集だってね、 TOEIC に特化した単語集ってあるじゃないですか。それをやるのも十分ありなんですけども、例えば高校時代に使われてた大学受験の単語集って、うん、英単語ターゲットだとかシステム英単語とかってあるんですけど、そういうのをもう一回復習されても TOEIC に出てないはずなのにそれでスコア上げられる方っていうのが意外と多いです。それ確かに普通の TOEIC 対策、僕とかは TOEIC 対策だから TOEIC の単語集をしましょうって言うんですけど、うん、絶対言うんですけど、確かになんかそういえばこの間インタビューした大学生の子、高校時代の単語集を復習したとか言ってた気がしますそういえば確かに高校時代に一回覚えた単語だからもう一回思い出しやすいっていうのはあると思います。ただそれだけでは片付けられない何かがあるんですよ全部英語といえば英語ですしね。そうです。じゃあ、まあ、例えば今大学1年生になりましたと、はいはい、その子が今高校生の時にやってた単語集がある、うん、文法書があるっていうのをやり直すっていうのは全然ありってことですか？大いにありですね。今で自分もきっとねTOEIC に特化した方がいいって思ってましたし、今までそう勧めてくることが多かったんですけど、最近になって2010年ぐらいに880点ぐらいかな取られて、で今もまだ10年経っても900前後、どうしていいかわからないみたいな形の社会人の方とお話して、その方はヴィンテージっていう分厚いTOEICに出ないのが3分の1ぐらい含まれてそうなものをやり直すって言われたから、うん、まあ自分もヴィンテージでわからないところなんかの質問なんかも何回か答えさせてもらって、うん、あこれTOEIC出ないんじゃないかなって思いながら、うん、質問答えさせてもらったりしてたんですけども、やっぱりその方もあれどれぐらいかな、ヴィンテージで1章から5章ぐらいまであって、うん、まあ大事なのが1章に文法、2章に語法、3章に意義を持ってあるんですけども、
その参照文をやり直すことを中心に学習されて、その10年近く閉ざされてた壁を一気に破りましたからね。965点と言います。あ、すごいですか。うん、そんな感じ。10年間いろいろなところを通われたみたいです。いろんな学校だとか、うんうん、オンラインでやったりだとか、いろんな通信教育受けたり、まあ、いろんなトイックの講座を受けてダメだった。それで一番出ないであろうヴィンテージを学習することによってそういう壁を越えられたから、うん、やっぱこれ何かあるんじゃないかなって。僕ね、今その話を聞いたら、うん、あ、それはありかなと思いました。点数的に、はい、僕、うん、上級者でなんか900点超えてもっと伸ばしたくって、うん、何点が欲しいとか、900点で後半が欲しいとか、うん、もっと伸ばしたい人はやっぱ、うん、そういうおさらいっていうか、うん、やった方が絶対いいよなとはずっと思ってます。あれはだから何らかの要素で絡んでるんですよね。効率のいいことを目指すことによって、実は効率が悪いというか、もしくは英語力においてちょっとこう引きずってる部分っていうのがあるんじゃないかなっていうのを最近すごく思うようになりました。なんとなく自分の英語がどこが分かっててどこが分かってないかの棚卸しにもなりそうです。本当に進めるとき勇気いるんですよね。だってトーイック勉強してもらってる方に、書店のトーイックコーナーじゃなくて大学受験コーナーに行ってヴィンテージを買ってもらうわけじゃないですか。だからそれすごい勇気いります。だけども最近こうヴィンテージだとかネクステージとか高校時代に使ってたものをもう一回復習しましょうっていう機会が増えてきたんですけど、成功されるパターンっていうのをすごく見てきています。その今950点突破したっていう方はもう30代半ばの方の話なんですけども、今大学生とかね、20代いわゆるこう大学卒業して入社間もない方なんかはもう間違いなく高校時代の復習をされたらいいんじゃないかなって思いますね。今後は僕もまあ置いといてまでは言わずに、はい、両方やりなさいみたいな。いや、すごい弱気ですね。それだけにするのは怖いからって。トイックのそこあって元となる英語力、うん、でやっぱこのトイックの対策ってあるじゃないですか。高校時代の復習してうまくいかれる方っていうのはここの元となる英語力の部分がすごく膨れ上がって、うんうん、でその対策とうまく結びついてる。だから何もそのヴィンテージだけとは言わないんですけど、高校時代の復習してこの英語力の部分を大きく大きくしていくと、この今までやってきた対策とうまく絡むっていうのはとてもある話じゃないかなって思いますね。まあ、確かにそうですね。そうか、じゃあでもないですけど、うん、まあ大学生の方ももちろん高校の復習をすれば英語力はまあ単純に伸びますし、うん、今ちょっとスコアが壁が来てるなっていう方は高校時代のものやるといいかもしれないっていうことをね、思っていただくといいのかもしれないですね、うんうん、まあそれも含めてぜひ皆さんもトイック学習ですね、頑張っていただければと思います。今日はお時間いただいてありがとうございました、うん、どうもありがとうございました。